ボブ・シーファーは、アメリカ合衆国のテレビジャーナリスト。1969年、CBS に記者として入社。ワシントン DC における主要取材先である、ホワイトハウス、ペンタゴン、国務省、議会の4つすべての担当を務めた、経験のある数少ないジャーナリストの一人で、入社以来、国内報道の専門家として活躍してきた。 2004年大統領選挙でのジョージ・ W ・ブッシュとジョン・ケリーによる第3回討論会、2008年大統領選挙でのバラク・オバマとジョン・マケインによる第3回討論会、2012年大統領選挙でのバラク・オバマとミッド・ロムニーによる第3回討論会で、それぞれ司会を務めた。シーファーが過去に担当した主な番組として、 1973年から1976年まで日曜版の1976年から1996年まで土曜版の CBS イブニングニュースが有名。ダンダザーが2005年3月9日に平日版アンカーを交板した翌日から今度は平日版 CBS イブニングニュースのアンカーに暫定的に就任し2006年8月31日まで務めた。 現在は1991年にホストの座についたフェース・ザ・ネーションに引き続き出演している。2005年から2009年まで中日アメリカ合衆国大使を務めたジョン・トーマス・シーファーは弟にあたる。ありがとうございます。